ってるんでやばい。どうしよう。普通なんか30万なんだけど。キャメの筋肉傾向ということで、どうも地域抑制一番の宇宙です、はい、今ですね、佐伯市上浦に来ておりますけども、はい、まあもう先に行っちゃいます。こっちです。この看板は新しくなっているね。おしゃれおしゃれ、 おしゃれ。海鮮丸さん、実はもう海鮮丸さん一度紹介をさせていただいてまして、そうそう、 あちらですね、はい、うん、で海鮮丸さんで移転されまして、うん、こちらになりました。お隣にお引っ越しと広くなってさらに便利に、はい、でですね、このもう夏休みですよね、うん、夏休みもね、最近に来てくださいよ。くださいね、本当に。で、こう最近は上浦なんですけどね、はい、上浦も、まあ、行乱の滝だったり、そうだよ、二見ヶ浦だったり、二見ヶ浦二見ヶ浦を噛む人は初めて見たけどね、はい、ということで、ね、はい、こちらもその中のストップスポット、グルメスポットストップスポットのグルメスポットグルメスポットとしてですね、ちょっとね、良いとこがたくさんありすぎて、はい、テンションが上がりまくりですね、はい、その中でですね、はい、こちら海鮮丸さんで、はい、まあ、美味しい食事がいただけると。海鮮ってことですね。じゃあで裏に公園とかもあるんで、うん、ぜひ家族でですね、はい、本当におすすめスポットになっております。でスイーツもありますんで、そう、ちょっとそれもちょっと紹介したいなと思いますんで、うちらチャンネル応援してます。サインテック様、最近のために頑張れうち、リリーフライフ株式会社さん、ありがとうございます。いただきます。見て、ここからのこのロケーションこれ本当はもっとギンギンの青なんですけど ね、好みね、うん、もう最近はつつうらうら素晴らしすぎるロケーションでね、もうこの最高の海鮮丸丼、はい、ネギトロ付きということで、これで1500円ですから。ここいただきますね。うわうわ、うわ、歯応えやばいよ。透き通っとったもん、うん、身が超うめご飯は普通のタイプ、うん、俺の大好きなタイプ、はいはい、名物、ネギトロ。うわ、ネギトロ丼が、これはまた、間違いないよね。最高、無限に食える、まずこれ炊き込め、うん、ちょっと下手したら飲み物化するよね、うん、魚は本当歯応えが新鮮で、最初に巻きよかった。いや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 わさびをかき込むんじゃない。かき込みまた安い器、最低一番よく聞く言葉。味が立派ないね。もうそのままでも美味しいやろうけどね。あ、そのまままず行ってみよう、うん、ノーマルと、まずその揚げたて、やばいなこれ、めちゃめちゃうまい。本当に魚のは、うん、もう下味がめっちゃうまい。あ、もうそのままじゃあ酢の味で美味しいと。これプレーンでもうまい。こうやっていろいろあるね。あ、ここうん、タルタル付き、しかもサラダも入ってね。めっちゃうまい、めっちゃうまい。ゆっくりにして、これは
でも揚げたてがも最高サクサク。最高。これがいいかもしれない。おすすめタルタルも。もうこの時点でやばい。美味しいよね。すごいちっちゃく見えるけどおちょこじゃないけねこれ。バリで食べる。あ、タルタルうまい。あ、ほんと、うん、普通のご飯茶碗なんでこれちょっと見間違わないように。魚最高やね。最高です。はい、これ一品でちょっと追加したのマグロコロッケ。ほう、いただきます。うん、あ、でもマグロの風味うん、えツナ的な感じ。うん、合う合う。これ芋とあポテトとマグロのコロッケ、うんうん、うまいぞうまいぞ甘い芋が。あ、そうなんだ。うん、これはこれはもう着ながら噂してたんですよ。動画にお前タレをパシリしてた。また大田さんとが。今日のあとこれ、うん、めちゃくちゃうまい。いや、めちゃめちゃうまかったな。スイーツだ、スイーツだ、ほら大したがおしゃれじゃねえ、これカフェにもなるってことね。なんかすげえおしゃれになったよな。確かに、全然違う。ちょっとこれ行ってみましょう。はい、ということでこちらですね、海鮮丸さんのソーダ。もう注文した名前を忘れるという、はいはいはい、まあ青いやつね。美しい、はいはい、これ映えますね。しかも見て、ね、中にメロンじゃない、レモンが。レモンがな、こ黄色と青ってのはいいね。そういうことですね。いただきますね。いただきますよ。お、電車好きの人は電車を見れます。2両おお、レモン効いてるわ。へえ、さっぱり。めっちゃさっぱり。うん、あ、これいいわ。もう夏を感じれる。いいね、うん、もう梅雨明けしましたからね。あ、今からですよ。はい、本当に夏本番ということで、海鮮丸さんお邪魔しました。めちゃくちゃうまかったな。なんというかね、この本当にお魚の良さを引き出してくれる。いや、マジでその前も伺っていただきましたけど、うん、なんか前よりもさらにパワーアップしてる感じが。品数というか料理のメニューが、うん、すごいあった。めちゃくちゃうまかった。で、海鮮丸丼、うん、1500円ですから。え、これ、東京で食べたらまあまあ6000、もうそのぐらいのクオリティなんですよ。しかもこの海を見ながら食べれるっていう、ね、ロケーション、味、はいはい、最高でしょ。で、またこれ公園とかあるんでちょっとゆっくりとかね。そうなん、ここで割と過ごせる、うん、っていうかかなり過ごせる。海鮮丸さんにお邪魔した。ごちそうさまでした。でした。この夏ね、ぜひおすすめスポットなんで、皆さん美味しいものを食べにガンガン行きましょう。はい、ということで、ね、もうちょっとでね、うちはチャンネル3000人なんで、皆さんよかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ということでですね、ぜひ最近遊びに来てください。またね、ありがとうございました。